どんぐらいさっきの配信見てた人がいるんだろう。全然私もさ、何、告知も何もしてなかったしさ、顔も出してなかったから知らない人多いかもしれないんですけど、さっきあの夢五郎が配信してて、夢五郎って何え、知らないの？知ってるよ。そう、さ、なんか最近っていうかここ数ヶ月、もっと前からですけど、読むあだ名曽我部さんが配信をしてて、でまあ配信してる場所が私のマイハウスだったんですけど、でマイハウスで配信してて、なんか公演終わって帰ってきて、まずそっから雑談にね、雑談参加してたわけですけど、選手交代選手交代。でも今夢はメール書いてる？うん、終わった。 SNS してます。そう、別に大した話はしてないんですけど、多分大した話はしてなかった気がするんですけど、そう、そう、なんでひのちゃん家に泊まってるかは、あ、うちが、うん、本当に生活できるような家じゃないから、うん、何もかもが枯渇しているので、はい、脱出できなくて、だそうです。転がり込んできました。そう、別に家なき子ではないんですけど、家なき子みたいなもんなんて半家なき子。そうまあなんかそう、普通にずっと実家に住んでたからねっていうわけでございます。なので、彼女は今ホームステイボンジュール。疲れてます彼女は今え、なホームステイで住んでからボンジュール。あんまボンジュールハローとかじゃない、せめてなんでそっちじゃん、フランス、フランスだっけ、フランス、うん、フランス、はい、私のソファーベッドに横たわってくつろいでいます。はい、お風呂入ってどうぞって言った、ありがとう。そう、私よりも先に入って、あ、そうだから昨日私、そう、配信でめちゃめちゃやばい、私今すごい眠いんだけど、このまま寝たら次の日の朝後悔するから家片付けてどうにかしなきゃっていう話をしてたじゃないですか。で別になんでか言ってなかったの、いや夢が別にわざわざその人ん家に泊まるって言わんかなと思って、夢がね、だから隠してたんですよ。私は別に言わんかったんだけど、そう、理由は夢が来るからなんです。人が来るから家きれいにしなきゃっていう理由で掃除をね、そうそうそう、で6時起き、6時起きでもつってもそれはなんか自然の摂理というか勝手に起きたんですけど、私が、そう、ほんと偉いよねマジでなんていい子、私今スマホいじってるからね。夢喋ってたの？うん、夢の話してたからそうそうそう、だから昨日は結局あんまりね片付けできずに寝ちゃって、なんでそう、まあ結局朝起きたノリで片付けできたから。ちなみにだから今日朝起きれなかった場合どうしてたんでしょうね、知らんけど、まあ泊まれるだけありがたいと思ってもらって今に喋ってるうん、うん、片耳で聞いてたんだけどさ、あ、なんだっけ、あ、今日私起きなかったらどうせ止めたんでしょうねって言っててさ、あ、どうせ止めたんだろうねみたいな、夢に言われ、夢に対しての闇だと思わなくてさ、夢に対しての闇じゃないよ、うん、え、逆逆、私に対して、ごめん、うん、え、だから本当は昨日の夜は片付けをするつもりでした、うん、まずね第一、でも寝ちゃった、うん、でも今朝早く起きることができたので、うん、どうにかなった、うん、
じゃあ今朝早くできなかったら、早く起きれなかったら私は一体どうしていたんでしょうねっていうファンの方への語りかけ。そう、安心した。うん、別に夢に対して言ってたわけじゃないけど、泊まれるだけありがたいと思ったよねは夢に対して言ってただよね。うん、そう、まあ、別にそんなそんなものが多い、洗濯物が溢れてるくらいだったら別にそんな嫌じゃないでしょ。うん、うん、ひなの今別にそんなめちゃめちゃ綺麗じゃないしね、物は溢れてるから。すげえハンガーラックにコートかかってんじゃん私の明日の服。あ、そうなの。え、なんか珍しくない？この間着てた。この間、この間の仕事の時。あ、ほんと？この間の仕事の時私服で合ってないかも。待って、よいよいよいよ。え、でも春風家の時先帰った人。そう、うん、春風の取り巻く。うん、私先帰ったちょっと絶対話したいその話、いつか、あの、いずれ。春風受験、うん、かわいそう。春風は悪くないよ。うん、春風は悪くない、春風は何も悪くないよ。春風の誰も悪くないんだけど、誰も悪くはないよめっちゃ面白い、誰も悪くはないけど不憫だなとは思った話。はるかっていつも不憫だよね。うん、まあはるかも不憫だし、はるかとりまくみんなが不憫だし私も不憫第1号でした。天気も悪かったしな。面白かった、まあ、絶対話そうね。ネタにした方がね儲かりもんってことよ超面白かった。え、その時って一緒に一緒に入ったよ私たち。うん、ああ、そうだね。うん、でもでもあんま、めっちゃ早かったわ。姫が着替えたのが早かった。そうだそうだ、だからこの上にコート着てた。いいえ、これだけ。はい、ああ、そっか、じゃあ記憶にないだけかも。でもちゃんとは見てないな。まあまあ落ち着いて。うわ、うち何の話してたんだっけ。まあだからよ、そういうことです、まあ、それは後々話が出るので、まあと、あと、まあ、ひとまず公演ありがとうございました。今日昼夜ね無事乗り切る、楽しく乗り切ることができました。もう本当に年でさ体がさやばいのよ。なんか最近改めてちょっと公園でフレッシュがむしゃらを意識して踊るようにしてるんです。最近すごい、まあ、もし、あ、ごめんなさいね、揺らしちゃって、ファンの方にもそれが届いてたら嬉しいなと思うんですが、まあなんかまあ一昔前というかここ数ヶ月の中でとにかく最近はそれを意識してるんですよ。がむしゃらに、まあ、元気よく踊るというかっていうのを意識してましてかなりね、そうそうそう、まあ昼の方は多分それは出てるはずなんですけど、夜はさ、そんなことより七海の生誕だったから頭の中身がね、だから昼の方がそれ意識してるはずなんですけど、まあ、っていう理由もあってマジで足が、本当足っていうか体がガチで疲れて、もう筋肉痛が来てる。それ若い証拠だと思うんですけど、当日に筋肉痛が来てたらそれは若いと思うんですけど、うん、昼公演楽しかったです、ありがとう、嬉しい、うん、そう、口挟んでいい？いいよ。今もねリハビリで筋肉痛になったの。やば、リハビリしたの？足のってこと？そうそう、若いねうん、そう、まあでもね楽しかったですよ、まあ、昼ももちろん楽しかったけど、やっぱ夜の生誕祭はいいですね。人の生誕祭、あんた私の生誕祭出れるの？え？出れる？決まったの？うん、まだ決まってない、まあ、まだ決まってないから出れるって聞いたの。別にもう希望的観測で、出てあげてもまあいいかなみたいな。なんそれね、まあどうしてもっていうなら
え、ね、そう、うん、それかさ一番さあの動かなさそうなユニットを選ぶ残酷やん。あ、うん、ミユに、うん、頭三曲出てもらって、うん、残酷出て、うん、冷蔵庫出てもらって、うん、君のニュースで平歌だけ出て、平歌だけ出んの、サビはお願いして、サビ確かに腰とはね、足使うからね、まあもちろんレッツゲットはお願いして、うんうん、暗闇元まで出るか、サビ以外、サビ以外、サビもさ、うん、まあでもここがあるからな、ここがあるからちょっとまあ三部はまあまあ一曲ずつとか出ろ全部おもろ、そこだけわざわざ、まあ遠慮、うん、まあ無理はせずとも、え、そう、なんかまあ出て出るなら出てほしいからなと思って、うん、そう、ミユにも出てほしいんだけどね、だからそれはあり、交代で出てじゃあ影武者でなんだっけ、なんか言ってなかったっけ、片足、あ、なんかミユが右足出たいって言うから、うん、なんか、まあ、譲ってあげたかな、うん、らしいっすあ、おいおい、まあ、ゆめさん、あの一応無事復帰、公式的に復帰、はい、っていうアナウンスが昨日されていました。どうも、どうも、おめでとう、ありがとう、なんかあるなんもない、歌舞伎揚げあるよ食べるありがとう、気が向いたら、で、あ、だるまもありがとうございます、ギフトありがとうね、タコありがとう、ハートありがとう、だるまありがとうございます、音符ありがとう、ハートありがとう、ハートありがとう、タコありがとう、ハートありがとうございます、ありがとうございます、ギフト、ちょっと待ってね、何でしたっけ、まあ、そうで、まあ、ゆめさん復帰しまして、で、明日ね、我々おしゃべり会がオフラインおしゃべり会で、渡り鳥ラストのおしゃべり会なんですね。でしょ？そうなんだ。そうだよ。で次7月29とかじゃない？うん。オフの発売前のタイミング。すごいよねそれ。わかる。どうやるんだろうね。先にキャラだけ届くのかな。え、今って電子チケット？うん、あ、そうなん、え、わかんない、そんな気がする、え、違ったっけ、届いて開封してそっからシリアルコードとかじゃない、ジョガウェアベアわかんないね、そっち側になったことがわからない、すごい時代だね、ね、で、そう、オフライン、オフラインの、まあ明日オフラインおしゃべり会があるので、まあこっちに来てらっしゃるんですよ、私が、はい、あ、私の話をしてくださってる、ね、夢さんがね、で、夢がその新潟のお家をその結構時間空けて空っぽにしてるので、まあ物とか足りないと、で、まあ住むのに多少困ると、はい、そして私を頼った、どうぞどうぞではないか、で、まあ来てるよっていう、で、さっきまでここで配信してて、今私がそこに立っている、立ってってか座ってるんですけど、確かにコンサートのリハが始まるまでにはどうにかするご予定で、私ですか、はい、お家、あ、もちろん、あ、はい、はい、さすがにリハ毎日日のうちはちょっと申し訳ない、うん、申し訳、自分が嫌って感じはないの、うん、あ、そうなんだ全然ない、別に嫌ではないかもしれないけどさ、一人で寝たいなと思って、まあ
ただでさえユナコとなんか反動性みたいな感じだったからそれは確かに別にいらんのか、うん、でそう一人の時間私結構大切にしたいタイプだからさ、別に人がお家に来てくれるのはすごいむしろ嬉しいんですけど、人が家にいる状態で一人でも動画を見たいタイプなんですよ自分がね。そう一人のタイミングも作る、別に一人っきりじゃなくてその別に話もせずただぼーっと私が動画を見たいというだけの それだけの話ねっていうお話で、そうだから別に構わないっちゃ構わないんですけど、全然メンバー来てくれてもいいんですよ。お家誰に語りかけてるの？え、インターネットを通して NGT48 の各メンバーへどうせファンの方が言ったりするんだから、ひのちゃんがお家来ていいよって言ってたよって。確かにどうせ言うんでしょ、知ってる、私いっぱい見たことある。そうでも最近本当に記憶が悪すぎてさ、うちにあの子は来たっけっていう感覚なんだよな。私話してる？そんなことない？してなかった、全然話してもらっていいんですけどね。そう。いや、そう、3期リーノって私の部屋来たことあったっけ？あるよ、今知ってる。なんで知ってんの？そのお祝い会みたいな紹介そうじゃん、あるある。そうだから、いやなんかある気がするよなって思って、でもじゃあいつって思って、そうだここで配信した。だからリリノがあるんですよ。そうでもだからそんぐらいここ最近が濃すぎて、まあ多分ゼルダの伝説のせいなんですけどゼルダの記憶になるだけなんですけど、でもねマジで最近本当に記憶が変で、さっきなんかナナミとも、私ナナミと外でご飯食べたことあったっけって聞いたの。そしたらあったんだよ、別に普通にあったんだけど、そうあったっけ、いやあるよって言われて、いつどこでって言って、いつだっけって言われたから数秒フリーズして、あん時ねってだからあるから、あ差しじゃない、4人ぐらい。夢もいたよね。何がかえ、いやナナミとご飯食べた時に夢とユナコとサーヤとナナミとヒノかなぐらいのメンツの時にあるもんね。とりあえずそう、すごいみんな二十歳になりたて、みんなってないや、夢とひのちゃんが二十歳になりたての頃でしょ、多分そう。そうあるんですよ。だって面白かったのさ、うん、なんかジブさんの練習終わりに、ななみと合流したんだけど、夢がその日ななみと約束してて、でそしたらジブさんのそのスタジオ終わりにご飯行こうよってなって、アオがその時たまたま青で別の約束があって、だからじゃあうちらでご飯行こうみたいな、まあ、みんな二十歳だしみたいな感じで、じゃあ居酒屋さん行こっかってなって、でゆめがどうしようって思って、ななみちゃん約束してたから、でもこっちなんか断って空気壊すのもなんかななみに急にごめんちょっとみんな増えたわっていう名前だなって思って、めっちゃこそこそななみに電話して、ね、ごめんななみちょっと連れてってもいいかなって。あそのメンツの後のあれ、そうだね、ごめん、てかナナミ全然あったわ、ほんとごめん、夢見て思い出した。めっちゃあるでしょ。3人でもつ鍋食べたこともあったわ。めっちゃあるじゃん。ナナミがもつ鍋の LINE グループ作ってくるいやさ、それでさ見たかったのがさ、でナナミに「あいよいよ」みたいな、でうちらが練習遅くなっちゃったから、集合時間より遅れちゃって、はいはいはい、ナナミが予約してくれてたから、その居酒屋さんに入ってて、でもすごい繁盛してて、個室じゃない居酒屋さんだったから、そうだね、結構ねナナミの周りがもう本当にもううえーみたいな、うえーって感じの、のうそうそうそう、いろんな年代の方たちでめちゃめちゃ盛り上がってて、ナナミが帽子めっちゃ深くかぶってめっちゃ居心地悪そうにうつむいてた、しかも座敷席だから一人で正座してね、かわいそうになってた、居心地悪そうに正座してた、未だに思い出せる、いや言われたら全然思い出すわ、そういえばそうだったわ、いくらでもある、なんでの仲間と思ってん
ね、そりゃそうだよね。いやだからなんか私も絶対あるはずだけど本当に思い出せなくて、うん、今日生誕祭の時に裏で、ね、え、な、あ、あるよね、あったっけ、あるよねみたいな、でいつだっけみたいな、そうでも思い出せなくて、だからやっぱなんかもう脳みそのキャパシティが漏れてる今。昔の記憶っつっても、昔っつっても全然もう 1,2 年前とかの話だし、リリノとここで配信したことなんて数ヶ月前の話ですけど、なんかねパッと出てこないんだよね、引き出しから。だからなんか結構やばいかもしれない。いや日常だから。え、嘘、忘れて当然。嘘。でもさ、一つだけさ気になってたことがあってさ。なんでしょう。あの歌唱力穴場を決定戦、あの優勝おめでとうございます。まずは、あ、ありがとうございます。まあお招きいただいて、うん、計な6人7人計何人だっけ、いやちょっとあのね、まあ、6、7人で、そう、半人半霊みたいな子もいるから。そう、まあ、まあ、6、7人ぐらいで、まあ、6、7人ぐらいとね、お邪魔しまして、うん、全然あお招きいただいたんですけど、まあ普通にね自費で交通費はこちらが負担して、はいはい、で、まあ、まあ NGT の優勝ってことはつまり私たちも優勝じゃないですか、ワンチームワンチーム。まあ100歩譲ってそうとしました。で、うん、まあ優勝したじゃないですか、はい、まあ祝紹介されてたじゃないですか。ああ、3人でってこと、ま、はい、はい、なんか私たち7人はなんで呼ばれなかったの、祝紹介に。はい、あ、呼んでほしかった、はい、私たちも優勝した、うん、まあうん、そうだね、はい、全然、はい、優勝した、うん、まあ、まあ確かに皆さんの3人の歌がお上手なことはまあ、うん、本当に本当にあのもう知ってるんですけど、うん、まあ、でも私たちの応援、まあ、まあおかげではありますよね。 0.1% ぐらいは思ったより少ないな。まあ謙虚に、まあ一応私は、まあ、そういう風が吹くと思って皆様呼んでるんで。ありがとうございます。あのこれは本当ガチね、そのなんかもう流れがあると思ってて、そういう結果って優勝とかそういうのってもう物語があると思ってっから、だったらメンバー呼んだ方がそういう物語だろうと思って、だから逆なんですよ、優勝するからメンバー呼んだんじゃなくて、メンバー呼んだから優勝してんですよ。それに関してはってことはなおさら、うん、私たちがまあ因果関係としてはね、はい、呼ばれていても、うん、まあ、おかしくなかった、祝紹介に、はい、ここのやった3人の配信のことで分かってる、はい、私、うん、見てました、ありがとうございます。はい、なんで私はいないんだろうと思う。見てました。まあまあ全然それに関してはありがたいなというか、そんなに私たちと同じ目線でこうドキドキワクワクしてくれてたんだなっていう風に今ねこう改めて聞いて思うんですけど、はい、まあじゃあまあ例えば祝勝会来てくれたとして、呼んだとして、はい、あなたは何を話すんでしょうか。いやまあそのまあ、ケーキの運搬だったり、あそういうね、あ全然それに関してはもうあのサプライズでしていただいて優勝おめでとう配信なりなんなり、それに関してはね、とりあえずまだ3人で姿形揃って配信したこともなかったんですよ。あそう、あの3人で姿形揃って人前でお披露目したことってあの歌唱力しかなくてですね、あ、まあ、だからちゃんとねそこに関してはみんなのご覧いただきありがとうございましたっていうのをこうみんなに見せるためにやってたんで、はあ、まあ、それが一旦終わって、まあ、時間もかなり経っちゃったんでね、はい、3ヶ月以上経ってしまいましたから、うん、はあ、ね、全然それに関してははい、ケーキ食べたかったな。ケーキ食べたんだっけ、あ、リリノが買ってきてくれたんだ、あれリリノだよね、そうできた後輩って言った気がするんだよね、言ってた気がする、うん、確かそうだった気がする、ちょっとあんまり記憶ないけど、うん、記憶がね本当にケーキなー、そう、あ、言いたいこと、その祝勝会優勝したのに祝勝会に呼ばれなかったってこと、
まあ予約すると私たちも、うん、まあ、3人の優勝をこう お祝いしながら、まあ、パーティー参加したかった。パーティーしたいだけの人パーティーしたいパーティーピーポーってことパーティーしたかったな。それは理由つけて何にでもなれるぜじゃあゆめたん吹きパーティーしてなんかまあいいけどいいけど、それはそれでなんかね、病み上がりではってなるし、多分どうしよう、それでまたはしゃいで、そう、まずまずいやー、今度こそ怒られる、はい、やめます怒られるわ。坂上さん、あ、なんかビーってきた。あ、出た、バイキングライズ、領地が偵察された、やばい。そう、またゲームイベントが始まったんですよ、ね、昔ローモバっていうのをやったんですけど、ローモバみたいな感じでね、城燃やされんだよね。だからさ、困っちゃう。待って、ちょっとシールド、やばい、どうしたらいいの。偵察された時ってさ、警告無視しちゃった、絶対。戦争が起きるかもしれませんって言われてんだけどさ、そんなのさ困るって。しょうがない、8時間のシールド付きは、8時間って言うとね、8時間後に来るんですけど、まあまあまあ、配信見てる方はみんなね、多分お友達なんで、助けてよ、クラン入って、みんな私を助けて。で、何でしたっけ。まあ、ゆめたん復帰パーティーは、まあまあまあ、パーティーとは言わず、まあ、おめでたいことではあるというか、おめでたいこと、まあ歓迎、お帰りっていう、そういう感じ。はい、はい、まあ、パーティーって、まあ、そんなこううるさいもんじゃなくて、普通にこう静かなパーティーみたいな美味しいもの食べるとかはパーティーというよりか、まあごちそうみたいなね、はい、そういうのはね、確かにまあね、やってもらってもね構わないみたいなとこありますけど。でも私誕生日誰と待ってないって話する。誰と待ってないの。コンビニの店員さんとマックの店員さんしか話さなかったけど。いや、なんか別に理由はない、誰も誘わなかったし誰も来なかっただけそう、別に、あ、やばい、私が寂しかったら私が呼べばよかったんですけど、みんな忙しかった、そう、みんな忙しくて、普通にみんなの仕事のどのタイミングで仕事があるかちょっと知らなかったけどとはいえ、たとえ休みだとしてもマジでみんな忙しいから休んでほしくて、別に誰も誘わなかった。うん。そうで、一人でゼルダして、一人でアイドル撮って寝てた。最高。そう。家族もね、平日だったから普通に仕事とか学校だったし、まあね、夜中配信できたからね。え、知ってる？何？今ね、申請しなくても誕生日って夜中配信できるんだよ、12時過ぎても。知らなかったよね、うん、言われてないね。え、どうやって気づいたの？え、みんながなんか別にできるよって言われて、嘘やんってじゃあ挑戦してみようぜっつって12時にじゃあおやすみっつって消えなくて、すごーいってなった。へ、でおめでとうってやった。だからぬるっと誕生日入った。よかったね、成功して。うんね、だし、そう、結論から言うと
その誕生日当日より生誕祭の方が誕生日感あるくねってなって、うん、だから別にそんなに固執しなかったんだよね誕生日にね。あでもみゆみゆとか帰りから誕生日プレゼント、誕生日プレゼントもらった。何にしようか考えてるんだよね本当か。みゆみゆと帰りってめっちゃプレゼントくれるの早いよね。うん、そうあのねくれるの早いっていうのも結構意味わかんない話だとは思うんですけど、みんなからしたら誕生日当日に誕生日プレゼントって渡すもんじゃないのとみんなは思うかもしれないんですけど、NGT って結構誕生日にルーズなので半年後に来たりします。そう半年後にごめん遅くなって急に渡されて、これ何これみたいな何のでもなんか結局メンバーって貸し借りとかもするし、メイク道具とか差し入れご飯とかお母さん差し入れとかするから、別にそんななんかこう損得の感情で動いてないので、私もだからメンバーに対してプレゼントとか買ったりするけど見返りを求めてないから普通に。そうそれでメンバーがね、そう私があげた化粧品とか使ってると嬉しくなっちゃうからね。そう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 、そうだからみゆと会議からもらって、カホが何がいいって聞かれたから、あじゃあこうこうこういうのでどうですかっつって探してみますっつってる状態ですね。指示くれるの？いやカホには難しいお題出しちゃった、うん、あなんか私が好きそうなキャラクターがなんかのなんか色味とか概念に近い概念に近い化粧品とかどうですかっていうざっくりもう死ぬほどざっくりしたリクエストを送った。絶対受けたくないわでしょうね、うん、そうなんですよ。夢は夢にリクエストってこと、うん、むずっ。えガチな話するとウォン・ジョンヨのパウダーが欲しい。いいよ。でもね私も買おうと思ってたの、うん、売ってないのどこにも。あ本当。そうピンクとベージュどっちがいい？ピンク。えガチ？いいよやった。じゃあもう一つくらい、もう一つくらいちょっとお値段が。ああ そうですか。全然そんなそこまで気に生々しくてごめんなさいいや全然。そうちなみに私は21歳のゆめちゃんの誕生日にコンタクトカラコンの詰め合わせいろんなの試させるためにプレゼントしました、ね、2つか3つか明る髪を。あそうそうそうブリーチした髪のやつだから明るい髪に合うようにカラコンをしてて、その二十歳のがすごい豪華だったんですよ、うん、ちょっと奮発していいハイライト、いいハイライト、ちゃんとデパコスのハイライトをプレゼントしたんですよねそれなんでかっていうと、うん、言ったかな、その二十歳っていう節目もあるし、まみむめも公演ですごいお世話になったし、まあ、お家も泊まったりしてるし、まゆめも公演の時に立ち位置とか全部作ってくれてたんで、振り起こしとかも手伝ってくれたりしてたんで、まあ、そういういろいろ1年間その時はちょうど1年間だったから1年間ご苦労様やで世話になってるぞっていう意味を込めてちょっと奮発したっていうのを本人にも伝えた上でプレゼントしたんですよね。でも欲しかったっつってたよね確か、うん、そう。あ違うわ、いいちょっといいハイライトが欲しいって言ったの夢が。言ってた。でちょっといいハイライトかと思って、私もセザンヌ使ってっからなと思って、でハイライトって結局突き詰めていくと結局そのいいハイライトって、まあ、いわゆる伊勢丹とかで売ってるようなハイライトだから、あじゃあどうせなんか中途半端にプチプラとかで探すよりもあじゃあなんかもう一生使えるようなもんプレゼントしてやろうっていうね。ありがとうございます、はい、ありがとうございました。その説はね、で別にそれに合わせろっていう意味のなんか別にそういうあのいいよ分かってるよ
いや違う、ファンの方に説明したいの、そうそうそう、とかではないなくて、本人の気持ち次第ではあるんですが、そう、そう、未だに夢よなにもらった浄水器使ってっからね。それは大事。え、マジで良いけど、夏はちょっとそもそもの温度が高いから、うん、そう、でもマジでボンジュールのパウダーはマジでない。在庫がなくて、普通に通販で公式サイトの通販で買おうとしたんだけど、それがね、ないんだよね。だから、どっかで探せばあるのかもしれない、他のとことか、うん、でもそこまで探せなくて。いいよ、ピンクね。嬉しい。なんかもし見つけた、ゲットできたり、LINE してほしい、 LINE してほしいって言ってほしい、うん、買わないように。あ、そう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 、やった、嬉しい。なんかそれ以外で、なんかそのあの別に他に持ってなったら、別にそれは任せる。なんだ、どこがいい、顔どこが、どこを可愛くしたい。そうだな、でも足り、うんと、別にその絶対これはまだいらないなってものとかあるじゃん。そういうの省くと、リップかアイシャドウかラメ系とかグリッター系かな、のあたりですかね。ざっと参考までに。ありがとうございます。嬉しい。嬉しくある。夢もレイナからさ、はい、まあアイシャドウかなって言われて2ヶ月経った。うん、レイちゃんのタンプレの話聞く？ねえ、怖い、被ってない？え、うん？アイシャドウじゃない？アイシャドウじゃない。まあ、4月末誕生日だったじゃないですか。うん、で、姉ちゃんがそもそもに会えなかったから、新潟にいなくて、うん、だから誕生日も聞けたなくて、何が欲しいとか、うん、何をあげるかとかも、うん、でちょうどハワイ旅行だったから、うん、なんかいいものあったらプレゼントしますよっつって言って、うん、結局ハワイのものはもう勝手にあの人買っちゃうから、うん、なんかそのままなーなーになって、最終的に現地の空港の免税ショップの空港の中のお店で、何だっけな、シャネルのリップを買った、買ってあげた。いいね、ドルで。かっこいい。ドルで買った。何ドルでした？いくつだったっけな。いや、なんか結局でも今その円安円高、どっちだっけ、忘れちゃった。ドルが安いから円高か、だからそんなに別に、むしろ損してるかもしれないぐらいかもしれない、もしかしたら。そう、全然別にそんな変わらんぐらいだった気がするけど。そうなの？そう、まあでも思い出にはなるやん、うん、帰り道の空港で。いいな、かっけえ。あ、円安か、円安なの今、円が安いの、それドルが高いのか。え、あ、もう分かんない。なんかその辺のさ、冷静になって考えてみれば分かることをさ、もう頭で考えるのちょっとめんどくさくなってきちゃったよね。何回調べても分かんない。そう、そうそうそう。でもあ、円の価値が低いから円安だよね。確かにそうだよね。円の価値が低いってことは、円につくドルが低いっていうことだから。切れそう。まあまあまあいいや。そうっていうお話。うーん、そう、今だって140円ぐらいだよ。高くない？びっくりしちゃった、私も計算して。1ドル140円ぐらい、高い。そうだね、円が安いんだね。ドル基準で考えたときに円が高くなるけど、なんか 円基準で考えたときにドルが安くなる。あ、もうちょっと分かんなくなってきた。
やばい、もう考えるのやめよう。そうそうそう。公演後にさ、円高と円安について語るアイドル、うん、面白いよね。おもろい。よく連れてってくれたなと、この時期に。いいな。今本当海外旅行は無駄、無駄というか物価が何もかも高すぎるから。そうそうそう、本当はね。でも楽しかった。そんなそんなハワイ旅行の先行公開がこの後ありますからね。いいな。 TBS さんの地上波ですよ、しかも。だから、まあ、新潟ちょっと放送ないんですが、関東の方とかだと多分見られるので、このあと1時58分から30分番組で特番です。ハワイの旅行だけでなくて、歌唱力決定戦、あの夢が優勝したとなんか言ってる夢のおかげで優勝できた的なこと言ってる、ね、0.1% くらいあったかもしれない、優勝みたいな、まあ、因果関係としてね。はい、そんなそこまでいけないですうん。そう、いいな。え、本当にさ、ついていこうかなと思ってさ、ハワイパスポート取ったんだよね。おもろ。パスポートも結構いいお値段しますけどね。ちょうど消えてたし、うん、だから本当についていこうかなって思ったけどダメだったでしょうね。怪我してなかったら言って。あ、TVer でも配信あるので、あの放送該当地域じゃない方も TVer で見れますし、放送該当地域の方も放送で録画した後 TVer 無料配信ですので、あのあれは再生回数とかも出るので、皆さんご覧ください。 TVer、 はい、義務珍しい義務です。うん、そう。いやでもハワイ楽しかったよ、ちゃんと。ちゃんと楽しかった。私飛行機も楽しかった。あ、ねえ、見た、倒れるやつでしょ。え、なに、あ、それじゃないごめん、全然違う話。私別恥ずかしい全然違う、恥ずかしい、全然違う。それカウチクラウシカウチシートね。うん、全然別に私が何も SNS にも何も発信してもいないものを今言おうとしてただけ。うん、え、そのカウチシートめっちゃいいね。あれあれでしょ、その3席分あって、で3席分でもう本当に寝てきたんだから。いいな、めっちゃ可愛かった。しかも2人ででしょ、あれ可愛いよね。私もね、あれね、撮影終わって寝てた。いいな。そう、なんかもう8時半くらいのフライトで、現地に着くのが朝、朝8時とかで、日本時間で行ったらもう3時4時とかの、だから3時4時から起きて、うん、そのまま直行で撮影よ。だから飛行機で寝なきゃいけなくて、うん、でそれで、まあ、今回 ANA さんのご協力があって、フライングホヌっていうカメさんに乗ってきたのでまあこう来たのでって、ここでがまるでハワイみたいな言い方してますけど、それでカウチシートっていうの使ったんですけど、マジ本当に普通に寝れた、全然、うん、飛行機もほぼ酔わなかった。なんかね、離陸した瞬間はちょうど天気悪くてちょっとフラフラしてたんだけど、安定してからもうずっとね、そう寝れた。いやさ、口挟んでいい、うん、いや本当に行きたすぎて、うん、あのさ iPhone のさ世界時計っていうシステムあるじゃん、はいはいはい、ホノルル設定してたの私。おもろ、行きたすぎるじゃん。本当に行きたくて、だから、うん、今みんな夜ご飯食べてる頃だなみたいな。おー、びっくりしたもん。考えてた。こっちはもう夜9時なのにまだ公演始まってないよみたいな話してた。そう、研究生公演始まってないよみたいな。いいな。私が言いたかったことなんですけど、そう、いや聞いてほしい。帰り道の飛行機は時差ボケ解消のために起きてた方がいいのよ。うん、だから映画見てたの。映画の中に鏡の古城あって、見た。初見いや夢が、うん、なんかの分かんない、いつだったか覚えてないけど、なんか良かったみたいな。え、そう、すごい、うん、そう、好きな小説が、あ、そうなんだ。ですごい覚えてたから、あるやんと思って見ました、うん、面白かった。めっちゃ面白いよね。うん、なんか
なんつったらいいかな、なんか世界観最初結構ゆっくり進むからうつらうつらとかで見てたんだけど、もう途中からもうがっつり見れた、見れた、面白かった。わかる。芦田愛菜ちゃんが良かったですね。泣いちゃう、普通泣いちゃうね。わ、ね、かる、わかる。ハートありがとうございます。そう、ギフトね、ギフトありがとう。だるまさんハート、タコちゃんありがとう、ありがとう。音符とかみんなありがとう、見れます、感謝。ヒムさ、うん、マリオの映画でなんか泣きそうになったの。わかる。どれだろう、最後。わかる。なんか家族、あれだ、あのさ、マンホール、マンホールの蓋でさ、ルイージが来た時にめっちゃネタバレしちゃったあの最後でしょ。そうわかるわかる、ミニさんみたいなうんうんうん、バグ泣きそうね、夢が新潟に来たタイミングの時にあのちょうど帰っちゃって、でもその時に他のメンバーで、あ、じゃあマリオ見に行こうってなったタイミングで夢に LINE したら、夢も今新幹線乗ったってきて、長岡通過してるそう、だから本人にはそっかお疲れっつって私はその時も他のドラ3人気全員揃っちゃってて、夢以外がで、夢はだからもう長野帰っちゃうから、まだ新潟いるなら誘おうと思ってたんですよ。でももう乗っちゃってたし、いや今からみんなで映画行くんだよねって言ったら切れるかなと思って切れるかなっていうかごねるというか後悔するかなって思ったから、まあわざと言わずに、まあ、みんなで行ったんですよ。それは別に悪い意味じゃなくて、悪気なく。言わなかったっけ夢に。いや言ってないと思う。私帰りからもさ、うん、なんか今からマリオ見に行くよみたいな言われた。今長岡だよあー言ったのかな、結局私覚えてないな、どうだっけかな。そう、帰ね、聞いて、帰りがね、うん、なんか明日何時に帰るのってそのおしゃべり会の日だったんだけど、その挨拶が、はいはい、言われて、うん、決めてないよみたいな言って、うん、決めてないよって夢、帰りが来た、帰りから来た10分後ぐらいに返したの。そしたら、うん、丸一日既読つかなくて、うん、でこれなんか誘ってくれる流れだったんじゃないのかなって思いながら、うん、まあバンダイ、あの三角と丸に行って、はいはいはい、そうだね、ファミキリ食べて、うん、で帰りからの連絡を待ってたんだけど、その日の3時くらい、うん、来ないから、うん、もうじゃあ一回行くかと思って新幹線乗ったら、うん、長岡通過してたら来た。それがマリオが。今からマリオ見に行くかわいそう。でも帰りは帰りでなんか夢がさっさと帰っちゃったから嫌われてるのかと思ったって言われてすれ違いだよ。どういうこと。お前が既読しないのが悪いんじゃいやいっつって、多分、でも多分その時リハしてたんだと思う、なんかしら、うん、あなんか、うん、そうだそうだそうだ、うん、時期的には何のリハだ、ちょっと分かんない、覚えてないけど、うん、そうだまあでも別にそれはそうだから、マジ右上に夢のあの欠席の写真みたいなつけようかと思ったもんね、揃いすぎてて仲良すぎない、マジで。みんなで8人かな、そう全員で9人だから8人で44になって2列で後ろの方で見て超可愛くない、うん、ね、鬼滅も見に行ったよね。あ、見れた見れた、3年前ぐらい見れた見れた、みんなで見れた。しかもさ一席ずつ、あのコロナ禍で一席ずつ開けないといけない時期だったから、うん、だから別にみんなで見に行っても正直意味ないじゃん、隣座ってないし。まあね、とそうだね、そうそう、映画館ってさ一緒に見に行ったとて、まあね、見たとこあるからね、一人ずつの世界だけど、うん、なお席ずつ入ってるし、なのに5人で行って2列になってなんか、うん、なんていうの、 W の字になって、はいはい、見た。懐かしい、懐かしい。夢とはね結構映画見に行ってるんですよ。めっちゃ行くね。トイストーリー4とかも一緒に見に行ったし、美女野獣、いや
ってないですね。まずビジュアルじゃない、アラジン。アラジンは私違うこと見に行ったわ。いや、アナ雪、アナ雪、アナ雪2は見に行った、一緒に 4D、 それこそ 4DX で見に行った。でもさ、夢たちさ、夢とひのとゆなこが高校生だった時、高校生、あ、高校割引がね、みたいな、友情割引みたいな、あ、そうそうそう、1人1000円だったから、うん、3人でめっちゃ見に行った。天気の子が一番感動した。あ、天気の子もこう、その3人だったかな。3人だった、写真撮ったの覚えてる。 あのひなちゃんと、はい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 、ほら、うん、ほらかだっけ、覚えてない、わかんないわかんない感じがわかんない、なんだっけ、そんな感じの名前の、でも確かそんな感じだった気がする、うん、懐かしい。そう、いろいろ見に行った。でも実写も何個か見たのかな。でもアニメのばアニメばっか見てたよね。でも2000円だってよ。え、1800円とかじゃないの今。なんか値上がりして1900円になって、これからは2000円が主流になる。あ、そうなんだね。でもなんか正直映画ってやっぱいいなって思っちゃう。なんか映画ってさ、その時にしかその場でしか味わえないやん。わかる。なんかただこうタブレット端末とかテレビで見るよりもやっぱ臨場感とかがあまりにも違いすぎて、普通に人生にいい影響をもたらしそうだなって思っちゃって飽きちゃうもんね、家だと。あ、そう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 、気がちっちゃう。うん、集中して見れる。なんかでも言ってたよテレビで、最近の若者はもうそのゆっくりとした時間を感じたりとかが苦手だから、うん、全部倍速で見るし、うん、映画館も途中で飽きてスマホいじり始めるみたいな、で、だからショート動画とか TikTok みたいな短い動画が流行るって言ってて、ね、でメンバーもさ、なんかアニメとかもさ、アニメとかドラマとかも 1.25 倍速とかで見てさあや、そう、さあやとか、なんか帰りもこの前、うん、推しの子の最新話見るねっつって、そしたら待ってキーのがねちょっと早いのアイドルの最初がで、あのよく気づいたねとか言うの。でも私からしたら、私はもうじっくりじっくりリアタイで見るから 1.25 倍速で、そんなね、ちょっとこう早くしようが分かるわけよ。よく気づいたねじゃないのよ。でしかもそれ一回気づいたのが、私がおすすめするの帰りに推しの子 見ろって、うん、で、あ、ちょ見る見るって言うから、推しの子の1話をね、公演の昼夜の間に見始めたの、うん、で、まずいつ見始めたの知らなくて、ふと通った時になんかルビーかアクアの声がして、あ、何推しの子見てんの、推しの子見てんだと思ってちょっと聞いてみたらあの声が早くて 1.25 倍速で聞いててほんとちょっとなのよマジで。 1.25 倍速だから全然2倍速なんかの4分の1なわけでしょ。だから、まあ、知らない、気づかない人はほんと気づかないんだろうけど、ちょっとした間とか声優さんの声のトーンとか、その別にめちゃめちゃ見てるわけじゃないけどなんとなく分かるから早いやろっていうのが分かって帰りに行ったら、帰りも気づかずに 1.25 倍速にしてたみたいな。その元々の多分前見てた履歴が残ってたんだけど、そう、怒ったもんね。なんで倍速にしなきゃ見れないのって。それたらまたさ、子さんぶってるって言われるじゃん。子さんぶってる。それはあのカホがさよく言う。そう。なんでその話してるんだろうよ。わかんない。わかんないけど、でもそうなんだよ。その今時のアニメオタクの女子とかはもう可愛い、なんか推しって感じだけど違うよっていう。やばい、スイッチ入れ。別にそれはそれを否定するわけじゃないし、昔からそういう人はいたけど、自分のオタクがそのタイプじゃないの。自分の中のオタク、アニメオタクが、自分の中のアニメオタクはそのアニメの中で、例えばラブコメだったら、うわこの二人の関係性てーてーとか、いやなんやこいつら早よ付き合いやんっていう、そういう感情が楽しい、なんか冷やかしいみたいな感じなんですよ。とかアニメが普通に面白いとか、アニメの本編が面白いとか、そういう感情が箱押し、アニメ箱押しみたいになってるんですけど、最近のそのアニメの、そのアニメオタクって言ったら誰々が推しなんですとかがやっぱ多いんですよ。そう、昔よりも
昔もいるんですよもちろん。そうでもそういうのがあんまないからね。そうでもゆりか様のぬいぐるみが届いた。気づいた？え何？ゆりか様のひなのねベッドの上に置いてんの。あ本当だ。一昨日ぐらいに届いて。あらおめでとう。なんかえなんかね普通に急に出てきて、アイカツマートに買っちゃった自分へのタンプレ。2000円ぐらいだったからやった嬉しい。そう私が2倍速で見るのはゆっくり実況の解説動画しか見ない。ゆっくり実況の解説動画とかごちゃんまとめみたいな、あの本当に見ても何の利益にもならないと思うんですけど、あんなでも暇な時見ちゃうじゃないですか。 YouTube のおすすめに上がってると。今日はなんとかについて解説していこうと思うよ、ゆっくりしていってねのやつね。レイムとマリサが最近レイムとマリサじゃない時あるけど、それは2倍速で、今日はなんとかについて解説していこうと思ってるよ、ゆっくりしていってねっていう速さで全然聞き取れるから、そう倍速でちょうどいい。だってゆっくりはゆっくりなんだもん。棒読みちゃんっていうソフトなんですけど。そう。ね。だから普通にゲーム実況なり YouTuber の動画だったりマジで倍速で見ないな。ショートのね有益さみたいなのは分かるんですけど、そうね、だから最近の若者は待ちが待てないから音楽も最初初っ端なイントロがない曲が多いんですよ、流行ってる曲って。私に似てる？はい。おお。思わない？ TikTok 見てる最近？うん、うん、流行ってる曲ってアイドルしかり何でもそうなんですけど、マジでないイントロが、本当にない。まあイントロあったとてそのいわゆるサビ始まりが多いってことね。うん、サビだから頭サビ、頭サビイントロ A メロ B メロサビ短い間奏 2A2B2A2B2サビなしで 2A2B2 サビなしでそのままあのダー行ったりする。あ 2A2B 間奏ダーメロ落ちサビラスサビアウトロも多いよね。え私さすごいさ、これ界隈によって違うのか分かんないんだけどさ、 C メロのダーメロのこと C メロっていう界隈あるくない？どれが正解なの？D メロの、うん、でもこれ話してもあれなんだろうな。え待って、え今なんて言った？ C メロがサビって言った？うん、え分かる、何が正しいんだろうねって話でしょ。そう分かる。え私たちからしたら C メロがサビでしょ。うん、で D メロはあの風海雪もでしょ、うん、でもあの世間一般的にその風海雪をものとこを C メロっていう人もいるわけ。わかる。それが間違ってるのかな。いろんな理由があるよね。わかる。なんかその A メロ B メロサビ C メロって言ってる人もいるんですよ。だからちょっと謎ですよね。もうあと1分しかないので終わりにするんですけど、ということでこの後1時58分からの TBS ぜひご覧ください。歌唱力生決定戦でございます。まあお風呂入ってなかった。確かに。あと明日のおしゃべり会もメロピクミンあれです、セーターティーを私は着ます、みんなはドレスコードありません。それではじゃあね、ありがとうございました。壇上壇上ベロさん、ゆかおしじいさん、こたつ猫さん、突破球さん、茶色いアルパカさん、しんいちさん、えいたろうさん、けいさん、ひよりげたさん、さとしおんさん、むっちゃんさん、とっしーさん、とうごさん、ありがとうございます。よいしょ。
そう、地上波ですよ。 TVer でもぜひご覧ください。それでは皆さん、今日も一日お仕事、学校、部活、家事、育児、その他もろもろお疲れ様でした。また明日、おやすみ村、バイバーイ。